こんにちは、ヨガジャーニーのかよです。今日は、嫌いな人との向き合い方についてお話をしたいと思います。私たちね、生きていると、まあ、いろんな人に出会うんですけれども、もちろんね、好きな人というか自分にとってね、すごく居心地のいい人もいれば、苦手な人とか、嫌いな人、あるいはイライラさせる人とか、何かこうすごく自分の心をね、乱す相手もいると思うんです。例えば、自分の同級生とか同僚とか上司とか家族とかね、いろんなパターンがあるかもしれません。この嫌いな人と関わっていくのって結構難しいですよね。だって自分の気持ちがすごいざわざわするから、できるだけそういう人っていない方がいいと思うんですけど、ただね、正直嫌いな人に出会わない人生なんてないと思うのでね、大切なのは嫌いな人を排除するんじゃなくて、どう対処していくかっていう方法を知ることじゃないかなって私は思っています。なのでね、今日はそんな嫌いな人、苦手な人、自分を困らせるようなイライラするような人とどう向き合っていくかについて、ちょっとヨガテック数学の中からね、お話をしていこうと思います。そもそもなんですけど、嫌いな人とか苦手な人とか自分をこうイライラさせる人って、急にね、出会ってその瞬間からいきなりイライラさせるわけじゃなくって、何か必ずきっかけがあると思うんですよ。例えば、道を歩いていてすれ違った人のこと急に嫌いにはならないじゃないですか。ね、そうだよね。それはただ無関心ってだけであって、そこで急にね、自分の心がうわーって乱れるぐらい嫌いにはならないと思うんですよね。で、そもそも何の関わりのない人とか関わりが薄い人のことを激しく嫌いになることはないっていうことなんです。で、この嫌いっていう感情についてなんですけれども、日本語でもことわざでありますよね。嫌いは好きの裏返しっていう言葉があると思うんですけど、もうすごいな、まとえてるなと思うんですけれども、要は嫌いっていう感情が生まれる時っていうのは、その裏にね、まあ、好きというか、何かね、こう仲良くしたいとかうまくやっていきたいみたいな、期待だったり自分の望み、願望みたいなものがあるパターンがすごく多いです。例えば、職場の、同僚とか上司とかだとしたらですよ、そのうまくやっていきたいっていう自分の期待をぶち壊す相手だから苦手だったり嫌いだったりするんじゃないですか。あるいは家族だとしたら、家族なんだからさみたいな、もっと普通は協力すべきじゃない、一致団結してみんなでね、盛り上げていくべきじゃないみたいなものをぶち壊していく人だからイライラするんじゃないですか。この話はね、要は嫌いっていう感情の奥底には、何かしらうまくやっていきたいとか仲良くすべきであろうコミュニティとか職場とか家族で、主にその嫌いって感情が生まれやすいっていうことだと思うんです。何かご自身のね、嫌いな人、苦手な人、自分を困らせる人をちょっとね、挙げてみてほしいんです。その人に対して、何か自分は本当はうまくやっていきたい、本当は仲良くしていきたいのに、それを壊していく、それをさせてくれない人じゃないですか。どうかな。私は大体そうなんですけどね。この嫌いな相手に対して、もし皆さんの心の奥底で何かね、本当だったら仲良くすべき、本当だったら、分かち合いたいとか、本当だったら協力したりうまくやっていきたいっていう感情が強ければ強いほど、それを壊す相手に対して反動的に嫌いっていう感情が生まれやすいっていう状況だと思うんですね。まずこの背景を知っておくと、だいぶ対処法が見えてくると思います。で、ここからね、ちょっと皆さんに一歩その解決法について提案したいんですけれども、この自分が勝手に相手に対して、こうすべきじゃんとか、普通はこうするでしょとか、うまくやるにはこうしてくんなきゃ困るみたいな思い込みって、結構な割合で自分勝手な方法だったりするんですよね。で、相手にとってはそうじゃない方がいいっていう場合もあるのかもしれないし、あるいは何か違う事情があってそれをできないのかもしれないし、これは相手の状況を見てみないともちろんわからないんですけれども、そもそもスタート地点として、自分が何を相手に期待してしまったのか、自分の価値観だったり考え方を相手に押し付けてなかったかっていうのを、まず振り返ってみる必要あると思います。でね、その
自分が勝手に作っていった、自分的道徳とか自分的いい方法みたいなものはまず相手にとってもそうではないっていう可能性もあるということを受け入れなければいけない。でその上でですよ、その上で自分も相手に対して自分勝手に期待しちゃってたんだけれども、その上でね、じゃあなんで相手はそれに応えられないのかなっていうふうにちょっとイメージを広げてあげてほしいんですね。要は相手の立場になってみるっていうこと。例えばそもそも相手とね、目的が違うみたいなパターンもあります。一緒のコミュニティで何かお仕事してるとか生きてるっていう場合だとしても、なんか全然違う目的を持ってたらぶつかっちゃうこともあると思うんですよね。なのでそもそも相手の目的と自分の目的がバラバラになってないかっていうところは観察してみる必要があるだろうし、あとはもしかしたら自分の私のねこうした方がいいんじゃないっていう提案を飲めない何か別の原因があるパターンもありますから、そういう場合もやっぱり相手の立場に立ってみたり、いろいろコミュニケーションを取らないと分かんないこともありますからね。なぜそういうふうなことができない状況なのかっていうことをちょっと相手の立場で考える必要もあるかもしれないですし、あと純粋に時間がないとかね、お金がなくて予算がなくてそこまで対応できないとか、そういった物理的な制約があって、私たちが勝手にこうすべきじゃんって思っているものに対応できないっていう場合もあると思います。なので自分の期待に気づき、そして相手は一体今どういう状況なのかっていうのをしっかり観察してあげて、じゃあそこからどうするっていうのが解決策にやっといける前提条件だと私は思っています。でね、この嫌いな相手、苦手な相手、自分を困らせてイライラする相手と、さっきも言ったようにどうにかしてうまくやっていかなきゃいけないんですよね。そういう状況がほとんどだと思うので、でその相手に対して例えば自分の感情をぶつける、なんでこうしてくれないのとか、多分おかしいんじゃないのみたいな感じで感情をぶつけてしまうと、それは単なる八つ当たりになっちゃうんだよね。自分のこうするべきじゃんみたいな自分の勝手な期待を相手にねぶん投げてるだけなので、それはちょっと一回ストップしなきゃいけないと思うんですよ。そういう状況に感情的になっちゃうのは分かるんだけど、そこで一回ちょっとストップする必要があると思うんですね。で、今私はこういう風に感じてるんだよとか、今自分こういう状況なんだよっていう冷静に相手にお話しして、で、あなたは今どんな状況なのみたいな話もちゃんと聞いて、で、何かお互いね困ってることがないかとか、うまくいかない原因っていうのが何なのかっていうことをまず冷静に客観的にコミュニケーションを取る必要があると思います、大前提でね。で、その中でじゃあどうするっていうふうに解決していかないと、本当にね、なんか私の言うことを無理やり聞かせるとか、相手の言うこと 100% 飲むとかね、そういうふうな感情のぶつかり合いじゃなくって、冷静に客観的にじゃあどうするっていうところに持っていかないと、多分お互いが納得するような解決策になかなか到達しないと思います。で、もしお互いが納得できる解決策が見つかるんだったらそれが一番理想だし、あるいはもう両者ではうまく解決できないっていう場合は、第三者の誰かの力を借りて、じゃあどうするかっていうね、解決策を探っていくのも一つだと思いますし、必ずしも自分の思い通りに動いてくれればいいのかっていうと、そうじゃなかったりもするし、あるいは自己犠牲的にね、自分が全部 100% 相手に言うことを飲んで、何事もなかったように収めるっていうのも、またちょっとね、自分の心が納得できなかったりとかもしちゃうし、大切なのはね、お互いが納得できないかもしれないけれども、できるだけ納得できるような解決策を見つけていかなければ、多分ね、モヤモヤ、お互いのモヤモヤは晴れないんじゃないかなっていうふうに思っちゃうんですよね。じゃあね、ここまでのお話を一回まとめると、3つのステップでいいと思います。まず1つ目のステップとしては、自分が嫌いな人、イライラさせる人、自分を困らせる人に対して何か期待だったりとか、こうすべきでしょとか、普通だったらこうするに決まってんじゃんみたいな自分的な道徳感、あるいは自分なりのこう価値観みたいなものを相手にぶつけている可能性もあるっていうことにまず気づくことが第一ステップです。で、2つ目のステップとしては、相手の立場になってきて、なぜ相手がそれをできないのかっていう理由だったり原因を知ろうとすることですね。相手が役立たずだからとか、そういうふうに頭が悪いからとかね、そういうふうにバサって切るんじゃなくって、なぜそれができないんだろうっていうことをちょっとね、客観的に冷静に観察してみたらいいと思います。で、最後3つ目のステップ、自分の、勝手な思い
興味に気づき、相手の立場っていうのもちゃんと理解した上で、じゃあ何ができるかっていう解決策、お互いの納得できる解決策を探す、あるいは第三者に力を借りるっていうことをやっていくと、そのね、自分の嫌いっていう気持ちとか苦手っていう気持ちとかね、そういったものとうまく対応できるんじゃないかなって思います。でこの3つのステップね、ぜひ試してみてください。でそれによってね、何かその嫌いっていう感情とか苦手、イライラするみたいなものが根本的に解決したらいいなって思います。まあ、時間がかかる場合もあると思うし、 100% 納得できる解決策ってもしかしたらないのかもしれないんですけど、ただね、感情的に嫌いという気持ちに飲み込まれてると自分も辛いし、その嫌いという感情をただぶつけてるだけだと相手も辛くなっちゃうし、やっぱりね、嫌いという感情はちゃんと対応していかないと、どっちにとってもいいことってないんじゃないかなって私は思っているので、もしね、嫌いな人、なんか自分を困らせる人、イライラする、させてくる人みたいな存在に苦しんでいる方がいたら、何かね、ヒントになったらいいなと思います。じゃあ今日の動画はここまでにしておきましょう。今日の動画もし気に入ってくれた方は、動画の高評価、いいねのボタンを押してくれると嬉しいです。あとはヨガジャーニーのね、チャンネルでは、こんな感じでね、皆さんからの人生の悩みとか疑問みたいなものに答えていけたらなと思ってるので、疑問や質問があったら、下のコメント欄にください。あとは、チャンネル登録していただけると、新しい新作の動画もね、お知らせが届くと思いますので、チャンネル登録してくれたら嬉しいです。では今日の動画はここまでにしましょう。また次の動画でお会いできたら嬉しいです。ありがとうございました。